続いてチームスプリント1位2位決定戦です。両チームともに1分16秒台、素晴らしい時計を出しました2チームがホームバックにスタンバイです。ホーム岩手県紫波総合、中野慎二、高橋啓太、佐藤伊吹、バック大分別府翔征、石川翔太郎、田中俊太、長松空吾です。さあスタートしました。あっという間に終わってしまう3周の戦い、先着した方が1位となります。1位2位決定戦チームスプリント、さあ両チームともに隊列を整えまして、ホームからスタートは新生紫波総合、そしてバックからスタートは別府翔征です。時計としては紫波総合の方が早い時計、一番時計を予選タイムは刻んでのこの 1-2 決定戦への勝ち上がり。さあ1周目両チームともに隊列整えて28秒718と771、その差はコンマ6秒、さあ28秒7で回ってまいりまして、1走から2走へ、さあそして2走へ続いていきます。隊列としてはこの車間もきっちりと整えまして、2走がそれぞれに引っ張っていきます。予選タイムの時でいきますと52秒、あるいは51秒、この辺りを刻んでくると1分16秒も見えてくるかというところになりますが、さあ52秒ごと53秒1位、さあここはバックリード別府翔征がリードの状況で残り1周に入っていきました。さあ3走に全てが託される、そしてほぼ両者同時、どちらが先に入ってきてもおかしくない。1分10秒から1分11秒回ってくる、間もなく直線に入ってくる、最後3走のゴールタイムどうなる。直線に入ってきまして、入ってきたのはホームが先、1分17秒280で岩手紫波総合が先着、そしてバック別府翔征1分17秒822となりました。さあ時計僅差、最後の最後までわからない戦いとなりましたが、従いましてチームスプリント一番時計を取りましたのは岩手紫波総合、予選タイムに続きまして素晴らしい時計を出してきまして先着第1位となりました。